はい、今日はYouTube の撮影をしに来たんですけれども、なんとこのスタジオにKevin's English Room のケビンさんと山ちゃんがいるみたいなんですよ。なんかちょっと突撃日本語難しい、行ってみたいと思います。何してるの? What are you guys doing? Hi! What? Oh my god! Oh my god! Yama-chan? Hi! Yeah! Oh! Yes! What's up, man? What's up? What are you doing here? I'm just chilling out. That's cool. What a...そう、YouTube 今日ここで撮影してて、あ、そうなんですね。そう、お二人がいるって聞いたので挨拶しに来ました。挨拶、そうなんです。見ていただいてたんですか。見てます。うわ、だってほら、なんかアーティスト編の、はい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 、なんか英語が上手い女性ランキングに3位で入れていただいたんですよ。いや、そんなもう恐縮で、そのあれ、ちょっとなんか、ね、嬉しい反面、なんかちょっとこう、ダメ出しにされて、なんかもうちょっとこう、インタビューをこれから気をつけないといけない。いや、やばいね、それ。そうだったんですね。すごい。勝手にね、やらせていただいて。とんでもないです、選んでいただいて。僕、実はあれ、山ちゃんも一緒だったっけな。俺はね、いけなかったんだけど、実はレッド・イット・ゴーを、うん、どっかのテレビ番組かな、はい、で歌われた時に、うん、バックコーラスで行ったんですよ。知らん。そう、実はそうなんですよ。いたの？でもメイゼさんの後ろでラー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 って歌ってました。だからその時なんで言わない。その収録があった翌日とかに大学生の時会ってたんで、昨日見たんだよとか言って、そうだったんだ、この辺この辺みたい。そう。ちょっと座っていいですか。はい、どうぞ。もちろんです。でもお二人の歌YouTube で聞いてますけど、すごいめっちゃいいですよね。フランス語で歌ってるの聞いてエロと思って。エロですよね。いやいや、そういう言語なんだよ。トリリンガルですか、ね、そうですね。でもちゃんと喋れるのは日本語だけで、あとは勉強中なんです。そう、日本生まれですよね。日本、そうです、そうです。ケビンはアメリカ生まれ。そうです。で、日本はいつ来たの。日本は、まあいろんな国をちょっと転々としてるんですけど、なんかオフィシャリーに来たのは、オフィシャリーに来たのは、オフィシャリーに来たのは、出てんな、オフィシャリーに来たのは、高校1年生の時ですね。ああ、そうなんだ。そこまでアメリカにいたらもうアメリカ人になるよね。うん、そうですね。ね、結構日本の文化の差みたいなのは感じましたね。そっか。今はどうなの？自分はどっち？僕も完全に日本の文化になる。嘘。完全にやっぱこのジャパニーズスピリットをもう、そうです、そうです。明治さんどのくらい、どういうあれなんですか、まず。私は日本生まれ日本育ちで、はい、お母さんが外国人、そのイラン出身なんですよ、うんうん、お母さんが経営してたその英会話スクール、おー、家帰るといろんな先生がいたり、外国人の先生がいる、生徒さんがいる、英語の環境っていう中で育ってきたので、うん、なんだろう、学校は日本の学校行ってたんですよ、うん、日本の学校行ってたけど、家に帰るとそういうなんか英語を使う環境みたいな感じだったの。だから日本の学校に中学まで行って、高校だけ4年間、うん、インターナショナルスクールに行ったっていう感じ、うんうん、そうだから日本生まれ日本育ちで、ほらランキングでさ1位がテルマだったでしょ。テルマは私の先輩ね、英才J の。これ一生言われる。これはもう一生言われる。これも消した方がいいんじゃないかな、動画。LA 住んでたからね、はい、住んでたから。 で、ね、で、アイちゃんも、はい、
そう、あの生まれは海外でしょ。そうですね。だから純粋に日本育ち日本生まれは私なのよ、うん、そうですね。だからそうです、1位です。実質1位ってことです。実質1位っていうことで間違いない。だからもう1位、1位です。そうそう、はい、なんかうっさいおばさん来たいやいやいやその当時はっていうか、まあ今もですけど、まさかご本人に会える日が来るなんて思ってなくて、そうですよね、ああいうの勝手にやってるので。なんか一緒に歌いたいですね。いやそんなこと言ったら本当にやることになっちゃう。やりたい、マジでやりたい、本当にやりたい。なんかやろう、やりましょうよ。バックコーラスやってた時のね、俺またバックコーラスやろうかな。どうした、私バックコーラスやりますよ。絶対メインじゃないですか。それマジめちゃめちゃ面白いですよ。そうだとしたらその動画聞いてる、なんか、うん、え、僕は違う、今弾いてる、弾いてる、なんか弾いてる。何ですか弾いてるパワーになんか、え、僕ですか。そうそうそう、どういう風に見てます。 I'm not awkward at all. I don't know, are you awkward? I don't know. We're just kind of nervous. Yeah, I know, I mean, I didn't think this was gonna happen. Why you have to be nervous? Because you are here. Come on! Because you're here! We, no! 10 minutes ago, we were just recording our podcast. Yeah, like that. Doing our usual thing. Yeah. Usual thing. Yeah. Now we are like this. Yeah, 楽しい. Do you want to like go to the States? The States, yeah, or like, of course. That's my biggest dream. What do you miss the most? What do I miss the most? Yeah, like what do you miss? Not miss, but like what do you want to do the most? Yeah, I want to go Broadway. Mm-hmm. Uh-huh. And just enjoy the view, or do you want to go to like a theater? No, to be on perform there. Of course, that. Of course, man. Of course, man. Yeah, different level. Yeah. Different level. Wow, I didn't. That was now. This We're is awkward. Singers. Now this is awkward. Yeah. Come on. What is your biggest dream? My biggest dream. Yeah. You guys. Well, what is the biggest? Come on, you have something. Okay, this is a little bit boring, but one is to be very happy. What is that? That's a dream that that's I have. So boring. Like, to be very, like, not, like, 満足 with my life. Mm-hmm. 満足 with that's, my life. That's my goal. Janglish, yeah. Then. I understand. Yeah, of course. That's the deepest thing, mm-hmm. there, mm-hmm. Yeah. Yeah, Yao-chan, you want to be, you're interested in, like, the musician world, right? Oh, yeah. What do you want to be? I love singing, actually. Solo? You want to be a solo artist? Yeah. Kind of, yeah. Kind actually, of. let's ditch them. Yeah. Oh, come on, man. Oh, come on. I'm just making my own song. Right? Really? Yeah. Wow. So I just, my biggest dream is, I perform in the, you know. Where? Tokyo Dome. Tokyo Dome. Is that big enough? Yeah. Maybe bigger than that. Performing at like the New Year's ball drop in Times Square. Isn't that like a big thing for like artists? Super Bowl. No, maybe Super Bowl halftime show. Halftime show. Wow, yeah, that is wow. That's amazing. The biggest one. Yeah. Yeah. What do you do every day? Like, what do I do every day? Like in general. What kind of question is that? the kind of question everyone wants to know. What kind of question actually. Is that? Yeah. None of that. What do I do? Living in Japan. Of course. Oh. See, that's where we're gonna start from. Yeah, like, we don't even know if you're living in Japan or not. In Tokyo area. Ooh, I still can't believe that you are here. Yeah. Like, no, we're friends. Real, man. Oh, come on. Oh my god. Wait, what are you working on now professionally? What am I working on? Yeah. I'm doing a tour, a live tour. After that, I'm gonna, you know, keep making music. Mm-hmm. I'm making an album. More shows, mm-hmm. So I'm basically singing every day. Okay, right. Are you doing anything to like keep up your English level and stuff? Actually, nothing. Really? It's amazing how we're like actually having this conversation and like your English is like so on point. Yeah. And it's just really? Kind of amazing, right? No. And you're not. See, I talk in English all the time because of what I do with my job. With your job, man. Right. So when it comes to job, I don't think I can speak in English because I don't know how to introduce my songs in English. Like, how do you explain your songs in English? What? But it's. You don't feel any difficulty having a conversation right now, no. right? I love talking English. But when it comes to
PRing PR your songs. It's just, like, when it comes to difficult. Work, it was like, what? I don't know that. Yeah. I don't know how to say it. What about you? Yeah. You feel the same way? I guess I do. Yeah. Because, you know, I didn't have that much experience talking, like, doing business meetings in English. Yeah, really? I've only done it, like, what? Like, five? Something like that, five, six, something like that. It's just, yeah, it's not that much. So, yeah, it wasn't, yeah, I didn't have that much experience. So I'll probably run into the same kind of difficulty as you, I guess. Really? Yeah, but which do you feel more comfortable in English or Japanese? So right now I feel like Japanese. Mm. Really? Yes. マジかよ Kevin's English room だよ Yeah, I think it's Japanese. 日本語部屋に帰るしかないそうなんだへー、でも日本に住んでるとだんだん日本人になってくるよねうん、いや本当にそのやっぱ細かいニュアンスを伝えなきゃいけないのは、うん、やっぱ日本語の方がその機会は多いので多いよ、ね、やっぱ慣れていくというか確かにで、どんどん英語の方を忘れていくみたいな感じになっちゃってます、ねうん、そうだよね、うん、なんかでも思ってたよりもめっちゃこうフランクな感じいやそういやあのね日本語で喋るとちょっと違うと思う、ね、多分もうちょっとなんか硬い感じになってなんかこんにちはって英語になるとなんか急にわかんないなんかすごい喋りたくなっちゃうあ that's good, that's good. なんだろうね、よかなんか嬉しかったですだから本当ですか今度だからちょっと歌う企画でここに来たいなと思って、うん、どうですか一緒にいやぜひぜひぜひ、ね、ぜひやりたいですかなんかやりたい企画とかありますかね結構なんだろうねなんかうちらだからできることになったんですねなんか完成度高い系でいくの か, かそれともなんかあの即興ジミーファウアーのなんかあのアカペラのあなんかいろんな楽器持ってお茶みたいな楽しいみたいなあそうそうそんな感じなのかそれもいい雰囲気ですねこれもいいし、ね、なんかカープールとかも楽しいしいやーあれもいいっすねアイコンですねいいよね確かに確かにそういうのやろうやりたいそうですね海外みたいなやつやろうよカープールなんてさできるんじゃないですか車でねえできるじゃん、ね、ちょうど4人ねえいるし確かにねえちょうどいいっすよねそう、うん、いいじゃんありやありありみんなうなずいてるしやりましょうやりましょうやりましょう All right いいっすねまた All right Let's do this Yeah ということでちょっと突然ケビンズイングリッシュルームにお邪魔しちゃいましたはいなんかどんなビデオだったっていうとよくわからない動画なんですけどこれ確かに押しかけた動画いいんですけどになっちゃったんですけど、うんうん、次回はちゃんと歌動画そうですね撮りたいなと、ね、企画として出したいですね、うん、やりたいですね、うん、はいということで、見てくださった皆さんありがとうございましたチャンネル登録そしてグッドボタンを押すの忘れずにバイバイ